音響機器を運搬する箱に隠れるという映画さながらの方法で海外に逃亡したとされるカルロス・ゴーン被告。こちらが逃亡に使用されたとみられる箱の写真です。大きな黒い長方形のケース、角にはこのように金具もついていて頑丈そうな印象を受けます。またこちらには、 白い粉のようなものがついているんですがこれはトルコ当局の捜査で指紋を採取する際についたものだということですそのゴーン被告が出国の2日前行きつけの焼き鳥店を訪れていたことが分かりました逃亡直前最後の晩餐だったのでしょうかカルロス・ゴーン被告が前代未聞の国外逃亡を図る2日前の先月27日 ゴーン被告が訪れたのは東京・港区にある大衆的な焼き鳥専門店でした以前からの行きつけで先月6日にも訪れたというこの店に秘書が予約を入れ現れたといいます。 まあ明るかったですよ娘さんと一緒だからにこやかででもお客さんもみんな周り気づいてみんなと記念撮影もうしまくりで終始笑顔だったというゴーン被告焼き鳥や好物の和風サラダなど総額6000円分の料理を注文しました日本での最後の晩餐を楽しんだのでしょうか 店主にこう告げて店を後にしたといいますこのわずか2日後の国外逃亡その詳しい足取りが徐々に明らかになってきました先月29日都内の制限住居を出たゴーン被告は協力者と落ち合い JR 品川駅から新幹線で新大阪駅に移動 さらに新大阪駅からはタクシーで関西空港近くのホテルに立ち寄り深夜になってプライベートジェットに搭乗し出国したとみられることが分かりましたプライベートジェットといっても通常は保安検査を通って出国審査の手続きが行われますしかし音響機器を運搬する際に使う大型のケースゴーン被告は

こうししたた抜け穴をゴーン被告サイドは事前に把握していた可能性がありますウォール・ストリート・ジャーナルによるとゴーン被告の支援チームは20回以上も日本を訪問それらを通じて、関空のプライベートジェット施設は X 線検査機が大きな荷物に対応していないことを発見していたといいます。あさって 現地で記者会見を行うと伝えられているゴーン被告本人の口から一体何が語られるのでしょうか。